おいおい、マジやってんのか。やっぱ出た、出た。でこうやって打てばいいと思います。お前さ、さっきので教えられんの？いやいやいや、お前小学生かよ、おいおい。はい、皆さんこんにちは、テケテケゴルフチャンネルの桜井です。先輩、今日もよろしくお願いします。はい、しょうこさん、はい、やっぱり飛距離も大事だけど、はい、スコアに関してはアプローチも大事だと思うよね、うん、そうですね、うん、確かに。まあ俺もアプローチかなり練習したんだけど、はい、まあ、それですぐ70台は出るようになったから。あ、先輩の話ですか。俺だよ、俺。すげえな、おい。すぐ出るようになったんですね、うん、すぐ。なるほど。で今日は、はい、まあ、アマチュアの方にも分かりやすく、はい、すぐ結果が出るアプローチ、おすぐだよ。はい、まあそのアプローチを、はい、レッスンお願いします。わかりました。じゃあちょっと雨降りそうなんで、うん、サクサクといきましょうか。そうですね。まずじゃあ今日は、はいはい、花道、まあ、こうやってね、うん、今先輩向こういいですか。はいはいはい、今ピンまで15ヤード15ヤードぐらいです。15ヤード、はいはい、のアプローチ、はい、やっぱこういうとこで、うん、まあどうぞ ミスしたくないじゃないですか。そうだ、やっぱり花道からのアプローチは、はい、まあ、簡単なところだからこそやっぱりミスしたくない、うん、確かに、うん、まあね、パー4の3打目だったら寄せてパーとか、うん、やっぱ取りたいんで、ね、ここでねやっぱしっかり、簡単に、まあ、寄せれるとかっていうのは練習して感覚必要だけど、うん、そうだね、まあ、まず打てれるように、うん、アマチュアの人ここをやっていきたいと思います。分かりました。まあこれ簡単です、はい、まずアプローチ、はい、アドレスです。アドレス、はい、まず短いじゃないですか、はいはい、短いのに、うん、結構長く持つ方が結構多いです。いるっすね。そう、長く持ってしまうと短い振り幅でいけばいいのに、うん、長く持ってしまうと大きくなっちゃうんですよね、うん、なるほどなるほど。そう、だから大きくなるとみんなここでこう緩んでしまう。はいはいはい、はいはい、まずは、まあ、15ヤードだったら15ヤードの、うん、まずあの距離の振り幅を知ることなんですけど、うん、まずこの15ヤードで長く持つことはまずありえません。やっぱり短く持つっていうのが大事ってことですね。大事です。なのでもうここグリップエンド、あのグリップ先もうギリギリでいいです。もう結構ギリギリです。はい、ギリギリ、はいはいはい、これがまず一番最初の。なるほど、はい、で今日今花道じゃないですか、はい、花道なんでまず、上げることは必要がないですね。球を上げることは必要ないです、ね、必要ないです、はいはい、なのでボール1、はい、これ転がします。まず15ヤードぐらいだったらつま先、右足のつま先に置いてセットアップします。で短く持つ。なるほど、こういう感じ打ちます。はい、前、すごいっすね、フォロー風が。風がちょっとこれもうマジすごい強風なんですけど、今日は皆さん右足やばい、見てください、もう風であそこまで行っちゃいましたこれ右足寄りに置いて、はい、短く持って打つ。あー、いいっすね、こういう感じで。あれ、次ちょっとやばいっすね次フォロー風が来なかった、うん、なんですか。こう構えをまず作って、あとは下ろすだけで感じですね、はい、そう、落とすだけ、うん、そう。これなんか体重配分とかはなんかあるんですか。そうですね、そこよくいいこと言ってくれました。あのこれですね、はい、今から言おうと思ったんですけど、はいはい、この距離に対してのやっぱ体重配分ってあるんですよ。なるほど、うん、これはじゃあいきますよ、うん、中心真ん中に構えとって、はい、テイクバックします。なるほど、テイクバックして、うん、ちょっと上がるところまで行きます、はいはい、上がってちょっときついところ、ここ、うんうんうん、今自分の中で腰の高さぐらい、ま、腰の高さ、はいはい、これがじゃあ右足に寄っときます、うん、こうやってちょっときつい、あーきついね、さっきよりちょっと上がってるっすね。上がりましたね、うん、じゃあ次左足体重、はい、結構きてますよね、うん、左足体重きくきつい、上がってない上がってない膝の高さぐらい、そう、これが一番のちょっと重要なポイントなんですよ。ポイントなんですか。だから15ヤードぐらいだったら、はい、一番最後やった、まあ、この辺でもう十分ですよね、転がす。うん、そうだね、そうだね。なので、ここで終わる体重配分を考えないといけないです。なるほど、なるほど。もう先に行っちゃうってことですね。そう、だからやっぱり中心にいるとここまで上がっちゃうんで、うん、そのまんまこう打つと、こうやって。あー、おっき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 。あー、行っちゃった。あえて行っちゃうんですよね。行っちゃう。で、それを、
あー行くと思ってやっちゃうと真ん中のちょっと次こうやって緩んでよくやるやつっすね。よくやるっす。まだ当たってるからいいですけど、よく見るやつっすね。じゃなくてやっぱ緩んでるもんね。そうですそうです。非常にそう、あれは緩んでるとかっていうのは結局そのこの距離に対しての構え方をできてない証拠なんですよ、うん、あーなるほど。そうなんで、まあ、15ヤードだったらさっきやった左、はい、左にかけてそのまま上げたものを落としていくと。あ、今ちょっと当たっちゃいましたけど、うん、もう一回いきましょう、まあ、やっぱりその大きなミス、はい、縦の距離の乱れはないって感じですよね。そう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 、まずここで、うん、この距離、はいはいはい、距離の振り幅っていうのを、うん、やっぱりこう分かっとかないといけない。うん、例えばその距離を、はい、まあ、ちょっとだけ飛ばしたいっていう時は、はい、まあ、基本的にはやっぱ体重配分を変えるってことですか。僕はそうやってしてます。うん、はい、体重配分を変えて、はい、ちょっとでもやっぱボールをちょっと左に置きますかね。あ、なるほど、はい、ちょっと左にかけて、そうするとちょっと上がってボールがちょっとこう浮いてくれるんで。うまっ。さっきからちょっと当たりまくってボールが寄ってないからアンチコメント来るでしょうね、これ全然おめえ寄ってねえやんけみたいななんですけど、やっぱりこう、はい、この15ヤードぐらいだったら、はい、もう右足寄りに短く持って左にかける。なるほど。で上げたものは落とすっていう。おー、いいっすね、打ち方いい。そう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 、ナイス。っていう感じが一番やっぱこうアマチュアの方に一番最初にやってもらいたい。そうだね、やっぱり簡単に寄せれるっていうか、うん、まあやっぱりそんなにこう難しい技術はいらない。いや、いらないですね、っていうところや、はい、そう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 、うん、あの低さでいいですよね。それであんだけ寄るんだからね。そう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 。ほんと今あんま上げてないでしょ。うん、全然上がってない。右に置いて左にかけてそのまま打つっていう。ああ、いい。そう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 。これなんかフォロースルーは別にいらないですね。いらない、はい、もうここまで出しちゃうと、うん、こう飛んでしまうんで、もう15ヤードぐらいだったら今みたいな感じで、はいはいはい、もうインパクトでこう強いインパクトを作ってるんで。うん、なるほどなるほど。やっぱこうしっかり転がってくれるんです。やっぱ無駄なことはしない方がいいです、インパクト後に。さすがっすね、はい、ちょっと拾ってきますはい、じゃあ後ろからですけど、はい、ちょっと距離が近い、これ1、2、3、4、5、6、まあ6ヤードですね。6ヤード、はい、1ヤード、まあ、打つところからまあ1ヤードのところに違って、うん、そこからグリーンだ。まあよくあるシチュエーションですよね。もうシチュエーション、うん、ピンが近い、これすぐ、これはやっぱり寄せたい。これはね、はい、テクニカやっぱこう寄せたい気持ちが先走っちゃって、そうミスした時のショックもでかいからね。そうなんですよ、うん、こういう時は、うん、もうパターっす。パター、いや冗談です。いや、まあできればやっぱこうパターでもいいんですよ、うん、パターでもいいけど今日はちょっと違うんで。なるほど。やっぱこう短い、もう、はい、まあ、さっきほど短くはもう持てないんで、うんうんうん、なんですけど、はい、いいですかこっちで。はい、短く持つ、短く持つ、はいはい、右足さっきつま先ぐらいです。15ヤードはまだ右に置きましょうよ。まだ右、はい、でここ問題なんですけど、はい、こうやってフェースかぶせてこのぐらいハンドファーストしてしまうと、うん、こうやってこうやって、わわわ、え、何見たくなかった。見たくなかった。こういうことをやっちゃうんですよ。やっちゃうね、うん、そこなんでやっぱ緩んでしまうんですよ、うん、なんでだけ近いと、そう、右に置くけどクラブこうじゃない、はい、コース。ああ、なるほど。そう、ハンドアップ、ハンドアップ、もうパターと一緒ぐらいの角度で、はいはいはい、結構上げるってことですね。そうです。でちょっとこっち来てもらっていいですか、はい、でボールのポジションこれ見てください。後ろ上からどうすか。めっちゃ、わあ、結構先っぽに構えてるですね。そう、これがちょっと重要なんですよ。なるほど。先に構えるとどうなるんですか。やっぱりあの先って、うん、やっぱこうね一番こう離れてるんで、うん、やっぱ飛ばないとこなんですよね。ああ、なるほど。そうだから先にこうやって上に上げて先で構えて、はい、打つとしたらボール飛ばない。さすが顔顔顔わかります、これ。
うまい。うまいでしょ。うまいね。さすがだね。右でこう先目で構えて、うん、あのまさきみたいに左足体重。はいはい。で先目でこう。うまい。そう右手はなんかあるんですか。やっぱこれ右手がやっぱり、はい。こうずっとあるとちょっとついちゃう可能性が高いんで。ついちゃう。こう、はいはい、バッてこう右手をついてしまう可能性が高いんで。はい。本当ですかそれ。こうやって。これがテクニックっす。本当ですか。だってまあまあ寄ってるでしょ。いや寄ってるけどさ。これでもなんかそう。なんあのフィーリングでそうよね。そうこれをすることによって。フィーリングが。ほらほらほらなんか。こうやって。そう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 、わかるわかる。打った後、打った後の感じはわかる。これが、うん、ね、ずっとついてし、そう。そしたらこうやって、ああ、こういう手じゃダメなんですよ、打った後。なるほど。わかります。もう一回いきますよ。ふわっとしたっていうか。そう、もうこうね、こう滝一歩で遠く構えて、うん、ああ、打った後に離すみたいな。そうそうそう。ちょっとこっちからもう一回。いいですか。打った後に離す、そのテクニックを。わかります？あれ、これはめちゃくちゃ。こう先一歩で構えて、うん、あーなんかこういう感じ、ほんと惰性みたいな、そう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 、コンタクトして離しちゃうよみたいな、はい、そう、これが重要。なるほど、うん、わかる。こうやって、はい、あーなんか左手だけで持っていくような、そうっす、その感じ。誰も見てないっすよね。それちょっと恥ずかしいな。顔も真似するんですか。いや顔も真似します、こういうの。いい。いやでもこれ結構重要で、やっぱりこう短く持って先目で打つとボールが飛ばなくなってくれるんで、そうだね、はあ、やっぱこう限度があるじゃないですか、やっぱこうちっちゃく振るにしても、確かに確かに、だからちょっと芯を外してやってっていう、なるほど、ね、うん、でちょっとこう遠側でつけてヒール浮かせてやってやるとちょっとこうアプローチがこうやって、いや本当なんかね簡単に打ってるようで、やっぱ簡単ないよね、これ。あ、簡単です、簡単です。ね、本当簡単ね。そう、アプローチさえ、あー、ごめんなさい、アドレスさえしっかりやっとけば、うん、もう簡単にピュッて行ってくれるんで、うん、そうだね、これは結構もうアマチュアの人は使った方がいいです。そうだね。はい、あ。やっぱこう、アドレス変えるだけで、うん、やっぱりこう、自分の感覚が消せるっていうかね、今まで悪い感覚があった人が消せるから、そう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 。やっぱすごいいいかなって、うん。やっぱこう、まず、まあ、今日の、まあ、動画のまとめですけど、うん、距離に対してのまず振り幅をどのぐらいかって考える、うん、でその中でじゃあ10グラドがこのぐらいの振り幅だったら、うん、右にやると結構上がっちゃうので勝手に、ね、うん、左にかけ取った方がこの辺で止まってくれるんで、アドレスをの体重配分もそこから考える。なるほど。でもう転がすんで転がしてんで短く持つと、で体勢も低くと右足寄りにボールを置くと、 そうですね、そうすることでポンって当てるだけでツーっていってくれるんで、やっぱ距離感に関してはアドレスで作っていくってことですよね。そうです。これが一番、うん、明日でもできるっていう。なるほど。そうです。そう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 。椅子が倒れましたよ。なんか吉本新喜劇みたいでしたね。神が降りましたね。神が。しかもあれ前に倒れたってまあまあすげえな。やばいですよね。そうそう。で打つと。こうやって寄っていってくれるっていうね。こんな強風でもそうそうそうしっかりフィーリングが出るっていう、はい、やっぱ実践派やな。そうですね。まあ以上ね。さすがだ。スコア出せれるんで練習すれば今でも。なるほど。はい。ですので皆さんぜひ、はい、これをね練習して、うん、まあ練習でもできると思うんで、うん、アドレスとう、ね、うん、グリップのポジション体重配分しっかりやってもらって、ね、しっかりパーを取ってください。分かりました。パー5の4打目だったら寄せて、あ、3打目だったら寄せて、うん、バーディを取ってください。ワンチャンイーグルもあるね。ワンチャンイーグルもあります。チップインありますね。チップインあるね。はい。ぜひ皆さん試してみてください。分かりました。先輩今日もありがとうございました。ありがとうございました。レッツレッスン。遅いで終わってる。あ、はい。お疲れ様でした。